ではここでですね、当店でイベント開催した時に撮影していただいた α7R5 の、写真撮影の残ってるデータでどんな写真を撮られているのか、 AF がどこに合ってたのかっていうのをちょっとチェックしてみたいと思います。まあこんな感じで飛行機もしっかり、あ、機関車も合ってます。ちゃんと認識してますね。ここでちょっと連写のテストとかしてたので、それはちょっと削除させてもらいましたが、それ以外は撮られたものがほぼそのまま全部残っています。昆虫なんかもちゃんと認識してますね。AF の被写体認識を切り替えながらこれ撮っていただいてるんだと思います。カワセミも目のところに来てますね。この角度で合ってる。で、飛行機も、認識できればこうやって、機種のところに行ってますね。さあ、ここからは、日曜日に、行ってきたシマリス撮影の様子です。動物鳥 AF で、撮ってるんですが、まあ、動きが早いときはちょっとずれますが、ほぼこうして、高い精度で瞳を見つけてくれてます。瞳ダメだったら頭部。頭部ダメだったら体。よいしょ。あ、これなんかもうちょっと僕のシャッタータイミングが遅かった。これも瞳をちゃんと認識してくれてますね。このサイズでも体を認識してくれてます。この子はね、ちょっとね、右目が小さい、つぶっちゃってる子なんですけども、もうここ2年ぐらい僕見かけてます。名前はですね、撮影に行かれてる人が、ももちゃんっていう名前なんだよっていうふうに教えてくれてました。よし、背中も行ってるし。動きを見ていただくとわかるんですが、シマリスもむちゃくちゃ早いので動きが。それでこれだけ認識してるっていうのはすごいなと思います。ちょっと動画再生してみましょうか。まあ、こんなスピードでどんどん逃げてっちゃうので。よいしょ。瞳を見ています。あ、これちょっと動画見てみましょうか。動画のところにはさすがに瞳 AF のマークとか出てこないですね。ちょっとじっとしてくれてたので動画が撮れました。これも瞳にちゃんと来てる。これも動画撮影してるときに、瞳 AF を、見ながら撮ってるので、ずっと安心して追ってられます。こういうの、ちゃんとガチピンで来てるのかなというとこですが、来てますね。映り込んでる目までわかります。帰ってきてから全部現像っていうか、PC で見てるんですけども、大幅に外してるやつは僕のシャッタータイミングが悪くて外れてるだけで、ほぼこうして、この状態で瞳 AF ちゃんと合ってるってすごいっすよね。ほぼ全部、バッチリ瞳 AF 来てると思います。はい、続いてはですね、これは、月曜日にちょっと大宮駅に立ち寄ってきて、新幹線取りに行ってきました。入場料140円で1時間取ってきています。もうここから連写でちょっとバリバリ取ってきてるので、見てみますが、すごいですね。まあ、車体によってはなんですが、窓のところをちゃんと認識してくれてますね。輝き、はい、小町もずっと切れ目なく、しかもこうやって途中でズームをしてるんですけども、それでもちゃんと追ってくれてますね。よいしょ、これもちゃんとガチピンですね。他しっかり合ってると思います。よいしょ、
はい、これもハヤブサが来ました。この辺がベストショットかな。ここですかね。もう多分全部はチェックしてないんですけど、多分外してるやつ1枚もないというか、まあこれはあの駅に入ってくるところだし、スピードかなり落としてるのと一定スピードでこっちに向かってきてるので、あのカメラとしてはあの AF をすごい合わせやすい被写体なんじゃないかなと思いますが、認識だけ見ればもうすごいちゃんともう外さずにずっと追ってくれています。これもずっとこうやって追い続けてくれているので、ここからは α7R5 に、Xperia Pro I をつけて、画面を撮影画面をキャプチャーした映像で、見ていきたいと思います。今動画モードにしました。動画モードにしても動物瞳 AF はこのようにして、普通に瞳 AF 追従してくれます。また写真モードに戻りました。動物鳥 AF になってますね。いつも僕が、AF エリアに関してはゾーンにして、こうして、センターのところにシマリスを捉えて、もうフォーカスあったらすぐシャッター切るっていうことを繰り返して写真撮っていって、じっとしてくれてたらそこから構図作りというのをしていきます。今、じっとしてくれてるみたいなので、これで手前にちょっと前ボケとかを作ろうかなと思って、あとガサガサと動いているところですね。こっちを見てますが、よいしょ、隠れてるわけじゃない。盗撮してるわけじゃない。前ボケを今一生懸命作ってるところ。こうやってる時も、瞳 AF がかなり精度の高い感じで追ってくれてるので、もう構図作りに、集中できて、逃げちゃった。で、また、見つけました。シマリス見つけました。センターにし、ゾーンをセンターにして、撮影しています。あ、逃げちゃいましたね。こんな感じでどんどん逃げていってしまいます。背中だけだと、ちょっと今動物としては認識していませんが、ちょっと寄ってあげると、これが、動物だというふうに背中だけでももう認識しました。一回こうやって認識するとカメラが覚えてくれるみたいで、ここからはあともうズームアウトしてもこうやってずっとそこに、これが被写体だよ、動物だよというのは追ってくれているみたいです。あ、逃げてますね。あ、これもセンターに来たのでパッて撮りました。1枚しか撮れませんでしたね。で、またこれも撮って、あ、もうこれ、AF エリアが、ワイドにしてもこれ十分いけるなっていうふうに、自信持ってたみたいで、ワイドエリアにして今もう撮影を始めていますね。これこっち向いてくれたらいい絵になるんだけどなというところですが、ちょっと場所を変えて角度変えて撮ってます。今黄色い葉っぱいっぱいあったんですけどもね、リスの家に、リスのうちか、なかなか赤い葉っぱがないので、ここにちょっと赤っぽい葉っぱがあるので、ここシャッターチャンスかなと思って回り込んでます。小さい子供が、周りにいますので、ちょっと周り確認しながら、それとあとこれファインダー使ってなくて、Xperia の画面見ながら撮ってるので、ちょっと腰だめとかで撮ってるもんですから、フレームがちょっと安定しないんですが、なんとか撮れてますね。あ、これすごい、草むらの中にいました、いました。木の実を食べているシマリスです。これだけちょっと手前に茂みがあると AF は探しづらくて、実はこれ DMF を使って、AF が離れたらもう DMF でフォーカスリングをフッと回して、それでシマリスの方に持っていくってことをしています。これをやると被写体としては認識しているので、これで瞳 AF とかをパッと合わせてくれます。これもそうですね、手前の茂みにあったのを DMF でフォーカスリングパッと回して、リスの方にフォーカスを持っていくってことをしています。一度捕まえてくれるとこうやって瞳 AF はずっと追い続けてくれるので、フレーミングにちょっと集中できます。あ、いいところ、いい角度になった。食べてる食べてる、よいしょ、たくさん撮らせてほしいっていうところですぐどっか行っちゃうんですね。はい、撮れた写真がこんな感じです。ホワイトバランスはだいぶ、いじってるんですが、どれも瞳 AF ちゃんと来てるので、いいカットで、こうやって選ぶことができますね。はい、続いて鉄道です。
従来機種だと、ここでトラッキング AF を使ったりしてね、やってきた列車の先頭のところにマーク入れて、ロックオンをさせてから撮影していくんですが、たまにそのロックオンが、あれ、ここじゃないのにな、違うとこに行っちゃうなっていう風に逃げていってしまうことがあるんですけども、この鉄道被写体認識はすごい。一回も別のところに AF が行くこともなく、ちゃんと鉄道の先頭をこうやって追い続けてくれます。すごい進化ですね、これはね。もうこれも一回離したら、一回捕まえたらもう離さないというか、ずっと AF、追い続けてくれています。これだったら安心して鉄道を待ってられますね。ちょっと不安になることもなく、完全にカメラ任せにしてこれ撮影することができます。うわ、すごい。これは動画です。動画で撮影をしていますが、ちゃんと動画でも先頭部分、これは運転席のところに行きましたね。これでちゃんと、合わせ続けてくれています。見事です。次が最後かな。はやぶさですね。やってくるところ、センター、捕まえてくれると、前をこうやって何か、横切られても、ずっと、追いかけ続けてくれています。やってきました。もう、ここは連射でずっと撮ってますね。ハイプラスで、連射の10枚の、高速のシャッターの方で全然いいと思います。別に追従させる必要ないですからね。撮れた写真がこちらです。どれも全部ジャスピンできてます。さすが。